アンナ・アレクセイエブナ・ポゴリラヤは、ロシアの元フィギュアスケート選手。2016年世界選手権3位。2016年欧州選手権2位。2018年に、元アイスダンス選手のアンドレー・ネフスキーと結婚。2019年、引退。2002年にスケートを始める。2009から2010シーズンは、オスグッドシュラッター病で試合に出場することが、できなかった。 2012から2013シーズンは、ジュニアグランプリシリーズに出場。デビュー戦のクロアチア杯で3位。ブライオン・シュベルター・サカズキでは優勝。ジュニアグランプリファイナルでは3位。ロシアジュニア選手権では6位だったもののセラフィマ、サハノビチ、エフゲニア・メドベージェは、マリア・ソツコワの3名が、ジュニアの年齢規定に満たなかったため、世界ジュニア選手権の代表に選出。 3位に入りエレーナ・ラジオノはユーリア・リップニツカヤと共にロシア選手で表彰台を独占した。2013から2014シーズンシニアクラスに移行しグランプリシリーズに参戦。中国杯で優勝。エリック・ボンパール杯で3位でグランプリファイナルでは6位となった。世界選手権では SP ・ FS の自己ベストを更新し4位となった。 2014から2015シーズン、スケートカナダ優勝、ロステレコム杯2位、グランプリファイナルでは4位。初出場の欧州選手権では、銅メダル獲得。2015から2016シーズン、2015CS、M オーナメントに出場し、自己ベストをマークして優勝。グランプリシリーズ、中国杯4位。NHK 杯の SP で、ジャンプで2回。 ステップで1回転倒し11位、FS では4位と追い上げるも総合9位に終わり、シニア以降も初めてグランプリファイナルの出場を逃した。ロシア選手権では3位となり、初めて表彰台に立った。欧州選手権では前年同様銅メダルを獲得。3年連続の出場となった世界選手権では銅メダルを獲得した。2016から2017シーズン。 グランプリシリーズで連勝し、グランプリファイナルでは3位となり、初めて表彰台に立った。ロシア選手権では4位となるが、2位のアリーナザギットワが、シニアの年齢規定を満たさないこともあり、欧州選手権への派遣が決まった。そこでは、前年より順位を上げ、銀メダルを獲得した。世界選手権では、FS で3度の点灯を喫するなど制裁を書き、13位に終わった。 2017から2018シーズン10月のスケートカナダに出場し SP で2位、しかし FS で10位となり総合9位に終わり11月に出場予定だったスケートアメリカを欠場。帰国後にモスクワで脊椎の圧迫骨折をしていたことが判明した。表情でトレーニングもできない状況となりロシア選手権も欠場となった。2019年引退。 ポゴラライアスターツカムバックディスホールゴールデンスケート2019年5月9日閲覧ゼー2019年5月9日閲覧ゼーぜスポーツ RU 2019年5月9日閲覧ロシアンスケーターポゴラライアズーミスオリンピックスウィズ・インジュリーメールオンライン2019年5月9日閲覧ゼーゼーゼー ファイゼー 202021ISU グランプリシリーズは非公認大会。新型コロナウイルスの影響で変則開催のため ISU の公認記録に反映されない。また世界ランキングのポイントも付与されない各大会の出場者を地元選手や開催国に拠点を置く選手らに制限しており公平性を保つため。 国際スケート連盟2020年10月26日、フィギュア、今期 GP は、特典非公認変則開催で、日本経済新聞、https r ロンスラッシュスラ o シ i アールドットニ tgxlsxk20048x21c20a000000、s イコール62021年9月6日閲覧。 ありがとうございます。